MBA 低等銀行協会が発表した先週1週間の住宅ローン申請指数は前の週から 0.9% プラスとわずかに上昇しました。30年固定の住宅ローン金利は 6.34% に低下したものの依然として高い水準です。一方、全米不動産協会が発表した11月の中古住宅販売件数は年換算で409万戸と前の月から 7.7% 減少し、市場予想も下回りました。減少は10ヶ月連続で、調査が始まった1999年以来最長となりました。